ちゃうんだよね。ん、あ、そうそうそう、みんなこれも一緒でいいですよ。大体当てますね。ほとんどの子が当ててるかな。で、光線調子やるときは目薬もする。なんか目を保護するためらしいです。はい、いただきます。クロちゃん、この前は前だね、天使が可愛いですね、はい、ちょっと見える感じ、はい、自分があの、はい、見させてもらう。あー、はいはい、出てます。出ると可愛いですよね見える、ミッチやった時に出るんだよね。チャームポイントだね、コラちゃんの。上手だね、コロちゃん食べるの。ね、美味しくないのにね。あ、ごめん。それは私が悪かったね、これはね。マジーってなった。マジーってなったな。ごめんなさい。私が悪かった、それは。コロちゃん上手に食べとったのにね。よいしょ。うーん、頑張って。ああ、下手だね、私がね。すまぬ。しゅまぬ。悪いようで。ほらー。頑張って食べてよ。出てきちゃうの。そう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 、上手。一口かな。上手、カラちゃん。えらいえらい。よかった。なんか見えとんな、コラちゃんには。誰がおるの。誰かおった？お友達でもおった？ね、誰がおった？正解のところ。誰がいるな。動物って絶対見えてますよね。あ、はい。ね。すごい。何がですか。お化け。お化け。私め昔住んで、一番最初住んでたとこめっちゃボロアパートみたいなとこ住んでて、で友達の犬を一緒にうちに連れてきた時に、階段のこの角あるじゃないですか、こう登る時に角って出たんですか、そこ見て震え出して犬が、え、怖い怖い怖いみたいな。でこうやってそこの先進んでてもずっと目線そこなんですよ、角ずっと見てて、え、めっちゃ怖いんだけどって。そっからその犬、私の家の駐車場から入りたがらなくなっちゃって、でその何年後かに私も自分の家で犬飼い始めて、保護犬なんですけど、そしたらその保護犬も全く同じとこずっと見てて、え絶対おるやんって。うちこの子もベッドの下見てずっとうんうん言ってたりとか、そう、
虫とかいるのかなと思っても何にもいないんですよ。なのにベッドの下ずっと見て、うーしゃー、もうそのベッドで寝れませんみたいな。ちゃんと見えてんだな、何がいたかわかんないけど。はい、こいちゃんおしまい。上手に食べたね。お薬だけやっぱベーってやったけど、すごいね。自分がお世話してる猫もなんか音が聞こえただけでなんか気にして、あビクビクしてます。でもいや、でも気にしてなんか何の音だろうってさ。あすごい人懐っこいですね。はい、インターベリーなくなっちゃいました。お願いします。ちょうどなくなっちゃったね。はい、コロちゃん。かわいい花に描いてますね。やだね。はい、ちょっとお顔だけ拭きますね。終わったら、あの吸入酸素も一緒にやってあげてください。いつも言われてやってました。ああ、そういうことか。やる人は言われてるみたいな。実は全員なんです。今頃、はい、まあでも言いたい気持ちだから言われたらやるみたいな。言われない子もいるのかなっていうあるんですけど。4ミリや。ディレク4ミリ。だったらそのまま飲ますじゃん。忘れてた。
ちゃん照り焼き4ミリなんですけど、4は